あったわ、進めるとこ。よかったよかったよかった。で？え？ちょっと待って、進んだやん。進んでしもたやん。あの、飛竜が、ハリマ様だなんて、今でも信じられないよ。ハリマ様はすごく優しい人だったんだ。オイラにも剣を教えてくれたりして。ハリマ様はいつも言ってた。里を守るためには、どんな困難にも立ち向かわなくちゃならないんだって。あんちゃん頼むよ、人食い飛竜を。ハリマ様を苦しみから解放してあげて。ちょっと回復したかったんやけど、ま、いけるかな、いけるかな。ちょっと入れ替えだけしよう。どうしよっかな。ま、こうかな。なんか使えるのあるん。あ、メラハリケーンか。メラハリケーンはいいです。まあ、例によって例のごとくっていう感じかな。スクルトいるかな。でもわからんしな。ウバーハして、バイキルトと、ほい。今、守備力とりあえず上げとって、いやいや、やめてやめて、やめて！光の衣？そして、すごい、あ、光の衣何かと思った。ウバーハの話ね。連携なんかええのあるかな？ナイトブ・プライド。勇者の能力が、とにかく超アップ。再びゾーンに。はぁ、あ。よ、わからへん。勇者の舞。あ、仲間全員の攻撃力を。あ、いいやん、いいやん、いいやん。パッキしたところやけどさ、バイキルト。で、グレイグ将軍、じゃあ、どうしてもらおうかな。ちょっと怖いから、ベホイムおじいちゃんにかけて、おじいちゃん、ベホマラーね。あ、間違えた！ねえ、学。あ、まあ、とりあえず生き延びたけど、あ、守備力はかなり下がった。やだ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 。グレイグ将軍に何してもらおうかな。何してもらおうかな。何？パラディンガード、パラディンになれるね。それはどうでもよくて、とりあえずベホイムで、ブンタンだけは回復しとこう。で、ベホマラやで。で、シルビアちゃん。なんか良さそうなやつない？猛毒なるかな？まあ、やってみるか。よし。あ、よし、オッケーオッケーオッケー。いいじゃん。シルフィアちゃんめっちゃやばい。あー、でも回復したから。とりあえずよしで。渾身斬り。グレイグ将軍は無心斬り。おじいちゃんは、なんかしときたいなーって思うけど、祝福の杖で、ハッスルダンスでいいかな。よしよし。で、回復して、よし。で、ガードクラッシュされとるやろ。守備力はかなり下がってるけど、じゃあここでグレイグ将軍にスクルトをかけてもらい、結構おじいちゃんがヒッピーあるから、ヒッピーじゃない、MP あるから、まあ、グランドクロスして、ハッスルダンスと。ほい。痛い。で、こいつ一体何回攻撃しとんやろ。結構な回数攻撃しとるよね。あ、ブレス耐性元に戻ったって書いてあったね。嫌やね、それは。それは嫌なんで、フバーハもう一回かけて、どうしよっかな、追い打ちかける。メダパにダンスは攻撃できんから、スリープダガーにするか。攻撃力が元に戻ってしまった。あー、ブンターも戻っちゃった。それは嫌だ。みんな戻ったか。じゃあ、渾身斬りの、無心攻撃の、ベホマラーの、シルビアちゃんなんか動けんくなってる？転んでたんか。その辺すぐ見逃しちゃうからな。とりあえずベホマラーで回復して、よし、分担ゾーンで、じゃあここでもう一回立て直し行きましょう。ベホマラーでバイキルと分担に。オッケー。で、回復も間に合い、
あーなんでや、痛恨やめてやめて、あーおじいちゃん、あー倒せた。なんで倒せた後にブレス耐性が元に戻るって出てくるんやろ。あーおじいちゃんごめん、復活させるつもり満々ではあったけどちょっと間に合わんかった。ギャオン、ハリマ様、なんだか様子がおかしいわ。あれは一体、あ、あ、どこからともなく声が聞こえる。ヤヤコ様、ハリマ様、終わりだ、悪しき飛竜よ。ヤタの鏡の力の前に滅するのだ。あ、体内からヤタの鏡を使うってことがいるんやったんかな。分かってたんかな、ヤヤコ様。どうなんやろ。おお、あれ、これハリマ様だっけ。ようやく元の姿に戻ることができた。そなたたちのおかげだ。礼を言う。飛竜の呪いの力はとても強く、外からヤタの鏡を照らしてもその光は届かなかった。だがそなたたちが飛竜を弱らせてくれたおかげで体内にあったヤタの鏡の力が発揮されたのだ。しかし何故飛竜の体の中にヤタの鏡が。ああ、別にそういう体の中にヤタの鏡を取り込みたいために食べられたわけじゃなくて、本当に本当に食べられちゃったん。長く飛竜にな、そんな、せっかく戻れたのに。最後に一つ頼みを聞いてほしい。私の母ヤヤクに伝えてくれ。これで里は救われたと。知らないのか、記憶がないんか、知らないのか。戻れたの見たときはさ、これはつらい。おいらここで飛竜を見つけたとき、みんなを騙してたヤヤク様を絶対許せないって思ったんだ。でもおいらが母ちゃんを生贄にしたくなかったみたいに、ヤヤク様も家族を守りたかったんだよね。ヤヤク様とおいら同じだね。悪いことをしたとこも、家族が大好きなことも。里に帰ろう、アンちゃん。みんなに報告しなくちゃな。飛竜はもう出ないから安心しろって。やってば大人になったな。そうか、人食い飛竜を退治してくれたか。よかった。もう二度とこの里は飛竜に襲われることはねえんだな。退治はできました。母ちゃん。ああ、無事でよかった。許してちょうだい。里のためとはいえ、あなたを生贄にするなんて。私は誰も恨んだりはしない。もう一度、この子たちを抱けるんだもの。それだけで私は幸せよ。ヤヤク様は生贄だと言って、わしらを飛竜の餌にするつもりだった。あの女、わしらを騙していたんじゃ。ここでちゃんと真実を話しましょう。信じていた長に裏切られ、もうわしらを導く者は誰もいない。この里は一体どうなるんじゃ。でもどうするんやろね。おかしいの。みんな大人なのに、どうして自分のこと自分で考えられないの。さきちゃん。人食い飛竜を退治できたのは、ここにいるアンちゃんと、やっぱりヤヤク様のおかげだよ。ヤヤク様のしたことは許せないけど、もしヤヤク様がいなかったら、この里はとっくに飛竜に滅ぼされてるよ。まあ、確かにね。きっと、ヤヤク様は、ずっとずっとオイラたちに悪いと苦しみながら、心を鬼にして生贄を出したんだよ。オイラたちを縛るものは、もう何もないんだ。英雄も神様も助けてはくれないけど、これからは、オイラたちで頑張っていこう、大人や。え、子供じゃないかの？子供よね、まだ。ヤヤク様とハリマ様の秘密は、みんなには言わないことにするよ。二人はずっと、この里の英雄さ。すぐには無理かもしれないけど、これからは自分たちの力で里を守るよ。だって、オイラの大好きな里だからな。いや、失ったものはあったけど、失ったものはあったけど、それでも、こう、里が平和になって、もうこれからみんなで、またあれやん、おかおかストーン。みんなで協力ね、し合えるような、そういう、
ね、里になれたんやったら、まあよかったのかな。ところで私はどこに向かってるかというと、この人かな、クエストのやつ。この人？あ、これ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 。スライムオイルね。ください、スライムオイル。どうしたらいいん、スライムオイル。まあ、多分材料なんやろうけどさ。熱いのが好きでしょ？まあ、猫舌なんで、いまいちかもしれない。猫舌コーラ、味見すりゃ、ということで、これ、パートおそらく98まで行ってしまってると思うんで、あ、おじいちゃんそうや。あ、生き返ってる。宿屋へ泊まろう。時間があとちょっとあるから、よっち行こうかな。実は今これ変な時間に撮ってるから、早朝ね。寝れないからという理由で早朝に撮ってしまったけど、若干うとうと仕掛けてきてるんよね。だからめっちゃ道に迷って申し訳ないです。さて、よっちの、あ、でも行けるようになったとこってバラモス城やったっけ？めっちゃダンジョン長そうやったらちょっと次回に回そう。え、これどうしたらいいん、この先。あ、カジマについて聞き込みをしよう。聞き込みせなあかんかったんか。そっかそっかそっか。バラモス城。とりあえずバラモス城に行ってみましょう。まあ、聞き込みもしつつやね。あのさっき入れへんかった扉が、あれなんかな？カジマなんかな？あ、人おるやん。ここは魔王バラモスの城として知られる場所。アリア藩の勇者がバラモスを倒し、魔物はいなくなったはずなのに、アリア藩のイントネーションは栗ご飯と一緒です。あれってことはアリア藩じゃなくて栗ご飯。アリア藩。アリア藩か。恐ろしいことが起きているのです。もし力を貸してくれるのなら、隣にいる王から詳しい話を聞いてください。アリア藩、アリア藩の王子な。違うな、ポルトガって書いてあったわ。困った困った。おー、そなた。なかなかに腕が立ちそうじゃ。どうかわしの話を聞いてくれ。ここは魔王バラモスが拠点としていた城だが、もともとは人間たちが暮らしていたネクロゴンド王国の城なのじゃ。アリア藩の勇者のおかげで平和になったから、バラモスに城と命を奪われた者たちを弔うため、わしはここへ集まったのじゃ。あ、もう平和になった世の中の後の世界な、とりあえず。しかしここへ来てみろ、驚いた。なんと鹿真似たちが動き回り、バラモスを蘇らせ、あ、バラモス蘇っちゃうの。そんな、蘇るもんなん。いくら倒してもそんなんじゃきりないやん。アリア藩の勇者が倒してくれたバラモスを、むざむざ復活させるわけにはいかん。復活を止めるため力を貸してくれんか。ポルトガオに、魔王バラモスの復活を止める。復活の止め方はどうするん？え、彼らから話を聞き、魔王バラモスを復活させようとしている親玉を探し出して倒してくれ。はい。え、じゃあ中入ってみる？あ、こいつらから話聞くん。なぜ私がこうして蘇ったのかはわからん。だが、頭に響く声が教えてくれる。魔王バラモスを復活させろとな。これ敵出てくるんかな？うわ、なんか広そうやな。ちょっと次回に回します、これ。ホムラの方に、先に行こうか。いやーなんか、でも、中見る感じさ、本来のバラモス城と同じような地形というか、そんな感じになってるね。さて。じゃあ、もう一回ホムラの里に戻って聞き込みをしましょう。教えてください。誰に聞いたらいいんやろ。たぶん、この火事場におるような、この辺の人かな。ふうふう、飛竜がいなくなったおかげで、のびのびと仕事にありつけるのはありがたいけど、製鉄所の仕事はつくづく熱いわね。ここで生まれた鉄が、ホムラの里のこれからを作っていくのだと思って頑張るわ。違うかった。どんなに腕が良くても材料がなくては、あ、話が一緒やった。時間かたてば、そうね、ほかほかストーンめっちゃ出てくるもんね。こんなこと今だから言えるけどさ、ゲニエなんか捧げてしまう前に、ヒリオを倒してくれて感謝してるよ。あれを本当にやっちまったら、俺たちの命は助かったとしても、死んだ後、地獄へ落ちていただろうからな。後悔もあるやろうしな。しかし今が頑張り時だ。え、誰に、あ、この人に聞いたらいい。そういえばさっき製鉄品を店に届けた時、防具屋の主人がやたら盛り上がってたけど何かあったのかな。防具屋の主人。
オッケー、そこに行くね。どこや。おや、ここか。この主人？まあお兄さん来てくれたのね。おかげさまで材料を仕入れることができたから、張り切ってお店を再開することにしたのよ。そうそう、今うちの店ではとんでもない掘り出し物を売ってるのさ。この地には、あ！え？あ、え？ハンマーの話、ハンマーじゃない。何？あ、ハンマー自体はそういえば持ってるやん。古い言い伝えがあってね、かつて巨大な、老流っていいんかな。と心を通わせ乗りこなしていた戦士がいたそうなの。なんとその戦士が着ていた鎧が古い蔵の奥から見つかったのよ。他じゃ手に入らない一品物なんだから、もしこの鎧を着たらあなたも。あ、その老流に乗れるっていうのがオープニングであった竜に乗ってた映像なんかな。とりあえず老流のそのこれ鎧、あ、買えるね。まあ、5しか上がらへんけど買いましょう。とりあえず着なあかんのやろ多分。どうしよっかなー。めっちゃ魔法の小瓶持ってるやん。さあ、じゃあこれを着たところで、あんなに活気が失せていた本村の外も、観光客が増えてきて少しずつ賑わいを取り戻してるみたいよ。本村の里が毎日笑いに満ちるようになれば、ややくちゃんとハリマちゃんも安らかに眠れるようになるかしらね。きっと眠れるようになるよ。ホムラの里の人を励ました時のテバさんはなんだか一回り大人やったよ。めちゃんこすごい大人やった。もしかしたらテバさんがこれから先ホムラの里のみんなを引っ張っていくのかもしれませんね。うん、それは思った。いいと思う、それも。なんかこうやって見ると5人のパーティーみたいになってもたな。私たちが知ってる飛竜の呪いの犠牲者はややく様とハリマ様の二人だけど、あの呪いはずっと前からあったのよね。人食い飛竜を倒す、それだけのために今まであの二人の他にどれだけの人が犠牲になったのかしら。俺たちがホムラの里にやってきた時はすでにハリマ殿は飛竜になっていたのだな。今さら悔やんでも仕方のないことだが、あの母子を救う方法はなかったのだろうか。そのことだけが心残りだ。いや実際はあったんやろうけど、でもなーどっちにしろ飛竜呪い解けたところでもう寿命尽きてしまったからな。それはそれでな、ややく様が気に病んでまいそうやしな。人食い飛竜がいなくなったことでようやくホムラの里の連中も落ち着いたみたいだな。そういえばホムラの里の武器屋と防具屋が営業再開したみたいだで、ちょいと品揃えを見ていこう。あ、武器屋の方も、そっか、ちょっと聞いてみよう。武器屋はどうなんやろ。おう、飛竜を倒した救世主様じゃないか。旦那が来てくれると思って新作用意しておいたから。あ、普通に新作があるだけね。オッケーオッケーオッケー。なんかめっちゃ強い武器なかった今。どれ、これこれこれ。あ、そうでもなかった。グラディウス、あ、なんかすごい強い探検。でもそっか、今ブーメランつけとるからか。日の乃木火山の火事場について、聞き込みしたけど、もうちょっと聞かなあかんか、この辺とか？あ、教えてくれるかも。日の乃木火山の中に火事場がないかだと？あいにく聞いたことはないが、社の人間、あ、オッケー、社の人間に聞きましょう。教えてください。知ってそうな人、この人とか？おう、そなたか、何やら思い詰めた顔してんの？聞きたいことあります。日の乃木火山の火事場の伝承か。亡くなった八重子様からなんとなく聞いたことあるが、詳しい話はわからぬ。八重子様のお付きの、これ侍女でいいんかな。じゃあとりあえずお邪魔しまーす。なんか知らん、めっちゃ教えてもらってばっかりで申し訳ないけど。おや、あなた様は。その説はホムラの里とハリマ様のご神を御心を救ってくださりありがとうございました。何やらお困りのようですか。めっちゃみんな一応質問してくるな。私がお役に立てることあります。はい、火事場を、あると思うんやけど、あの左のとこやと思うんやけどな、ドア開かへんかったドア。おう、その話は、私がまだわらべの頃に聞いたことがございます。炎の山の頂にて聖なる種火を、あ、また聖なる種火がいるわけね。遥か古より伝わる、大いなる火事場が蘇るだろう。そういった伝承を守るため、火山の頂上は長い間、禁足地として封じられておりました。しかし、里の救い主であるあなた様ならば、禁足地に入ることも許されましょう。さあ、こちらをお持ちください。あ、
それが多分、この鍵なんやな。中腹の固く閉ざされた扉の先にあります。了解、了解。ということで、まだ火山に行くことは、あるんですね。ということで、パート98は、終わりたいと思います。次回のパートで、その火事場のところに、火事場火事場火事場でいいんか。火事場のバカ力みたいな言い方してもだけど、火事場で合ってるか、行きたいと思います。はい。それじゃあ、ご視聴していただき、ありがとうございました。お疲れ様でした。お腹が空いたんで、何かを食べたいと思います。